どうも、ハイチです。今回答えていくプチ相談はこちら。数学とかの問題を解くときは、集中できるんですけど、暗記になるとなかなか集中できないんですと。で、どうすればいいでしょうかっていうね、相談に答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。では早速ね、答えていきましょう。で、例えば、科目によって、まあ、数学なら勉強進むんだけど、社会だと気が進まないとか、集中できないとかもあるだろうし、今回この相談くれた子みたいに、その問題演習だったらいけるんだけど、暗記になると、なんかすぐ飽きちゃうというか集中が持たないんだよね、とかっていうのは、おそらく見てるみんなそれぞれにあると思うんですよ。タイプによって分かれると思います。で、そのタイプが分かれるのはもちろんいいし、その、なんだ、それぞれに対応の仕方がもちろんあるかもしれないんだけど、全体的に言えることとしては、勉強するときに時間じゃなくて量で決めてこうぜってとこが大事。まあ、これはこの相談の答えだからっていうわけじゃないんですけど、1時間勉強しよう、2時間勉強しようっていうのはもちろん目安としてはね、まあ学校でも言うじゃん、何時間勉強しようとか言うから、いいんだけど、でも普段勉強するとき、だって1時間って決めちゃったら、だらだらしても1時間経つんだもん。そう。だから良くない。効率が悪い。なので、必ず、今勉強するときに座りました。今からやりますって決めたら、ここまでやるって量を決めます。時間じゃなくてね。で、その時に、得意な科目とか、だと、まあ、サクサクいけそうだからさ、量多く設定しても結構いけるんですよ。そう。でも、嫌なやつ。勉強したくない科目、勉強したくない内容だと、遠くに設定しちゃうとね、量をいっぱいしてさ、ゴールを遠くにしちゃうと、果てしないからやる気が出ないんですよ。進んでっても、あ、まだこんなにあるよ、みたいな。になっちゃうんで、そこをゴールをぐっと手前に持ってくる。近く。まあ、例えば、50個覚えようときついから、暗記だったら10個にするとかね。で、10個だったらさ、2個覚えればあと8個でしょ。5個覚えればもう半分なんだよ。ゴールが目に見えてわかるので、そうやって、まあ、今勉強机座った時のコンディションもあると思います。あ、今日いけそうとか。あ、今日きついとかあると思うので、そこも加味してもらって構わないから、それも含めて今からじゃあこの量をやろうって決めてください。例えば周りがすげえやってるから私もなんて思わなくていいの。周りは周り、あなたはあなたなんだから。そうだから今の自分の量とか気持ちをね含めて考えて、ここまでって決めて勉強する。そうするとそこまでは集中すればいいから。そう、その集中が持つだろうなと思う量は自分が一番わかるからっていう風に勉強してみると、じゃあ決めたとこまでやりました。ああ、OK 終わった、休憩って。で、まだ続きできそうだったらまたやればいいじゃん、そっから。そう。それはみんなに任せるので、ひとまずやるときに、特に苦手科目とか特にそうですけど、やるときは量を少なくして自分で決めると。やる量をね。で、決めたところは必ずやりきるっていう。そこをルールで守ってもらって、ぜひ勉強してもらえたらと思います。